皆さんこんにちは。今日はミスドのドーナツをいっぱい買ってきました。まずはこちら、ミスタークロワッサンドーナツのブリュレ。カリカリして美味しそう。お次は焼きチョコアーモンド、そしてチーズアイシングブルーベリー。うわ美味しそう。そして今まで食べたことなかったのでこちらも買ってきました、オイルカットドーナツのプレーンと、オイルカットドーナツの紫芋です。では今からこちらを食べていきたいと思います。まずはオイルカットドーナツからいただきます。プレーンですね。どんな味がするんだろう。めっちゃくちゃ美味しいです。手作りのドーナツの全然脂っこくないバージョンって感じです。脂質が 4.4g なんですけど、これが 27.6g あるので6分の1の脂質です。カロリーはこれは370キロカロリーなので1/3、120キロカロリー。ヘルシーだけどめっちゃ美味しいからいっぱい食べたくなっちゃいますね。めっちゃ美味しかったです。紫芋も気になるのでこれもいっちゃいます。これも 4.5g とほとんどさっきのと変わんないですね。カロリーもほとんど一緒で120キロカロリーです。いただきます。紫芋シュガーがすごい美味しい。これなら10個ぐらい食べられるかも。めっちゃ美味しい。もう何度でもリピートしたくなるぐらい美味しいです。で、お次はこちら行こうかな。一番カロリーが高いやつ、370キロカロリー、脂質は 23.8g、 クロワッサンサンドのチーズアイシング&ブルーベリー。中にブルーベリー入ってんのかな。美味しそう。すごい、なんかもうミルフィーユみたいな感じです。外側はガリガリとした甘い砂糖、ところどころにチーズの風味、中はブルーベリーのジャムが入ってます。すっごい美味しい。美味しい。甘い。甘くてすごく濃厚です。誰かと半分こしながら全種類食べるのもいいかもしれないですね。チーズっぽさはほんの少し香る程度ですね。お砂糖のガリガリとした感じが強いです。あとブルーベリーのジャムの甘酸っぱさたまりません。かなり甘いです。ガツンと甘いの食べたい時1個だけでも満足できると思います。じゃあ今度はクロワッサンサンドの焼きチョコアーモンド、349キロカロリー、脂質は 27.6g と今日買った中で最大です。上のところにびっちりと焼きチョコ、そしてアーモンドが乗ってます。中はどうなってるんでしょう。お、ホイップだ。しかも綺麗に塗られてる。美味しそう。いただきます。美味しい。パクッとかじった時に鼻からスッと香ばしいアーモンドと焼きチョコの香りがぶわっときてめっちゃ美味しいです。で、食べてみると焼きチョコの味がすごいホイップと混ざり合ってめっちゃ美味しいです。すごい歯ごたえがいいです。すごいザクザクだけど中のホイップが全体をしっとりさせてくれてすごく食べやすいです。めっちゃ美味しい。いやめっちゃ美味しかったです。今んとこ外れなし。最後クロワッサンサンドのブリュレいただきます。カロリーは336キロカロリー、脂質は 23.2g です。で、これすごいです。砂糖がけが。中はどうなってんのかな。おお、
カスタードだ。カスタード大好きなんで嬉しいですね。いただきます。うん、おいしい。砂糖バリバリしてます。やっぱブリュレですね。パクッと口に入れた時に上側の焦がした部分の香ばしい香りがすごいしてきました。そして下側のもう飴の状態になったこのお砂糖バリバリして美味しかったです。このカスタードがやっぱブリュレっていう感じがして、ブリュレっぽさをすごく出してて全体的にめちゃくちゃ美味しいです。甘い、ど甘い。甘さはチーズアイシングブルーベリーとこのブリュレどっちもものすごい甘いですね。ガツンと甘いの食べたいときはこれはおすすめです。1個だけでも結構満足できると思います。うん、結構みっちりバターが染み込んだ感じがお腹にきますかなりずっしりきます。ごちそうさまでした。本日もご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは外食動画、新商品スイーツの紹介動画、手作りスイーツ動画などを投稿しております。よろしかったらぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter や Instagram もしておりますので、説明欄のリンクからぜひぜひフォローよろしくお願いします。それではまた。